じゃあ、こんにちは。はい、お願いします。やっぱこう、ハヤトってインサイド打ちがうまいって言われるじゃない。はい。それは何？左利きだから。いや、それは本当僕にも自分でも分かんないんですけど、知らない間になんかインサイドちょっと打てるようになってたんですね、プロになってから。それは何？こういう風にしたら打てるっていう理論的なものっていうよりも感覚的なもの？最初は多分感覚でやってて打て出して、あ、こういう感じで打てればこうやって打てるんだっていうのを多分どっかでこう多分見つけて、で多分配球読んでここインサイド来そうだなっていう時にそのイメージで打ったら多分成功例が多分何回もあって、あ、インサイドこうやっておけば打てるなっていうのはまあ首位打者とか取ってるとしたのかと思う。ありました。それは何？そのインサイドを読まなくても来たボールに対して瞬間的にできるっていう。あんまり反応はしないですね。ちゃんと狙ってると思います。こっち打ってる時は。あ、多分外のまっすぐ狙ってて、インサイドのまっすぐをバーンって打つってことはあんまりないですね。なんていうの、自然に立ってるっていうことはあんまりなくて、やっぱり球種を張ったりだとかコースを張ったりだとかいろいろしてるバッター。最近はしてます。ここ、はい、何年かは。はい、そうですね。若い時は。まして一切してないです。まっすぐ。それはなぜ？反応で打てた。反応で打てたっていうか、このなんかストライクを相手に与えるのが嫌だったんですよ、若い時は特に。あ、だからもう初球からもう最初からもう決着つけたいみたいな感じでいたん で今はまあ全く考え方違いますけど、まっすぐからいっとかないと、ね、変化球狙っててまっすぐストレートなんかたまに真ん中とか来るじゃないですか、あれが嫌で。いや、もったいないよね。あ、もう今狙ってた打てたって思っちゃうんで、もう基本はずっとまっすぐ待ちで打ってましたけど、今はもう全然違いますね。バッティングで大事にしてることって何？まあ理論的なことでもいいし、打つポイントのイメージはめちゃくちゃ高くしてます。まあ例えばここだったらこういうようなイメージ。はい。もうこのピッチャーだったらここから中には絶対入れないとか、ここで絶対打つっていうイメージめっちゃ強く持って、だから足上げようがノーステップだろうが、こうステップちょっと踏もうが、そこだけ崩れなければ大丈夫っていうのはある。打てる自信がある。タイミング取らなくても取っても、そこがぼやけなければそれなりのバッティングにはなりそうな感じはある。どちらかというと体に入れないっていうタイプ。入れるときは入れます。あ、そういうイメージを。その、はい、そのここのをぼやけさせない、タイミングとかっていうよりかは。でもさ、ハヤトが入ってきたときよりも随分、やっぱりピッチャーのレベルって上がってるじゃない。めちゃくちゃ上がってます、ね、なんか急激に上がったっていう感じがするよね。めちゃくちゃ上がってます。で、150キロオーバーの人間がどんどん出てきたじゃない、はい。それに対しての備えっていうのは自分で作っていったの？今年もそうですね。やっぱ最初この打つポイントがぼやけすぎて何をやっても良くならないみたいなのがずっと続いてたんですけど、そこをちゃんとこう、あ、このピッチャーこの球のスピードだからこれぐらいにちゃんと設定しとかないとダメだって、そこだけ意識したら調子上がってきたんで、やっぱすごいそのポイントのイメージを持つってすごい大事なんだな。なるほど。なんとなくこうタイミングとか打ち方とか、はいはい、優先するじゃないですか。じゃなくてもう捉えるイメージ、打つところをちゃんと設定しとかないとなんかちょっと分かりづらいですね。いや、分かるよ。設定ここだけは絶対とか。だからタイミングを取ってこうじゃなくて、はい、ここだけでいいっていうことだね、はいはい、ここだけだよっていう感じでやってから良くなりました、で、スイングもやっぱり若い時と比べると、はい、全然違いますね。全然違うよね。フライボール革命と言われるドライブラインというかさ、まあ、ドライブラインとか僕は全くなんか知らないんですけど、まあ、いろんなそのいいバッターの話聞いたら結構やっぱみんなこう煽ってくる、ちょっとこう下に入れるイメージで打ってるっていうのをみんな言ってたんで、まあ、中には全然上からガーンと打つ人もいるんですけど、それ聞いて自分もこうやってやりだしたら結構こう試合でヒットとかバーンバーンって出たんですよ。出だした。で、ああ、こうやって打ってもヒットになるんだなっていうのからだん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 。いや、でもさ、ハヤトがね入団した時っていうのは、はい、まだね上から打てっていうことが主流だったじゃない。だからこうなんか出たらお前アッパーになってるぞ、打てないぞそんなんじゃって言われた時代じゃない、はい、でもそれはもう言われなくなってる。今はもう言われないですよね、僕はこうやって入った方が確率よく打てると今は思ってます。 そしたらこう入るっていうことは脇がある程度空いてもいいっていうこと。空いてもいいと僕は思います。昔はダメですもんね。ダメだよな。つけとけみたいな。チューブ巻いて。そうだよね、チューブ巻いてこんながんじがらめでやられてたけど、もう空いてもいい。相手も僕はいいと思います、この後ろって気にする？あ、します。どういう風に気にするの？僕あんま大きくはなりたくないんですけど、この辺にこうバット出したいんで、あんまりここに
矛盾してるんですけど、ポイントはここなんですけど、バットはここからこうやって打ちたいんですよ。後ろからでしょ。はい、ここにこうポイントがこうは嫌なので。これね、いいバッターの条件って、はい、後ろが絶対大きいらしいよ、はい、じゃないとパワーが伝わらないって。あ、まあ、スイングワークが大きくなるんで絶対そうする。そうだよね、はい、でも大きいよね、スイングワークが。うん、そうなんですかね。いや、そうなんですかねって。そうでしょ。あれ機械で測ったことあるでしょ。あ、ありますね、あります、あの、はいはい、インパクトゾーン、はいはい、一番長くない。あ、なんかそれはすごい。こうでもスイングスピードやっぱ速くないみたいな。速くないけど安定してるみたいです。いや、でもさ、スイングスピードが速い遅いっていうのはタイミングの問題でさ、どうにでもなるじゃない。でもインパクトゾーンってさ、どうにもならないじゃない。そうですね。だからそれはどう思うの。いや、でもやっぱスピードは速くはありたいですよね。でもそれは年とともにさ、まあそうですね、遅くはなってくると思う。今も遅いんでね、ごまかしながら本当にずっとバッティングしてるって感じですね。うん、なんかこうパンパンって打ててないんで。でもごまかしっていうよりも技術で打ってるっていうことは、まあ、そうなんですかね。でもその今こうね、あの脇が空いてもいい、はい、こうちょっと煽り打ちにしてるという、はい、でもこれ一つだけじゃないでしょ、はい、もうやっぱ ここはこうやって入っていいんですけど、僕はこの後バーンと閉じたいんですよ、最後は。本当は最後のスピードを出さない。あ、こうやって打つことはない。あ、まあまあそうだね。でもなんかフライボール革命って結構こうやってこのまま打ったりするじゃないですか。あれは僕はなんか嫌なんですけど、こうやって一瞬下に入るんですけど、最後がガチンって返したいイメージはあるんで。でもいろんなボールが来るじゃない、はい、それに対して全部同じスイングしていくの。いや、それはないですね。ピッチャーによって僕は変えます。煽りはやめといて、このピッチャーに対しては多少上から出そうかなとか。やっぱあんの。全然、もう全然違います。チャート見て、その、まあ、ストレートが低く集まるピッチャー、うん、高めに集まるピッチャー、うん、あれパッて髪見たらすぐ分かるんで、もうそれも見て、あ、このピッチャー高めにしかストレート来てないなと思ったら、もう逆に僕はその高めバーンと打ちたいんで、そういう時はもう こうはいかないですね。ちょっと上から出す、ね、はい、例えばツーシームが多いとか変化球が多いとか落ち球が多いんやったら絶対こうやって打つ、こうやって打つよと思いながら打つし、こういう高めのまっすぐ系はこうやって打つ時もあるです。もうさ、それは最初から準備するわけ。もうそうですね。だから打席の中でも変える時あります。あ、このままじゃ今日ダメだ、よし変えようみたいな、これにしようみたいな。で、たまにヒットバーンって出て、あ、変えてよかったなみたいな。だからそれは、まあ、例えば練習の時から、はい、やっぱちょっと高めの打ち方ってこうやってバットを出してみたりだとか、あ、そういうことはしてる。僕はしないですね。フリーバッティングはフリーバッティングで、練習はもう基本的にはもう同じ、ずっと同じスイングがしたいです。こう試合の中で、あ、これじゃあ今日は打てない、もうガラッと変えられる、うん、それ何種類ぐらい持ってる、変えられる種類って。打ち方のイメージはそんなないですね。こんなイメージの時と、うん、それこそこのイメージと、例えばその右に狙うとか引っ張るとか、まあ、センターに持っていくっていうのは、はい、右に打つってあんまり僕なんか得意じゃないんで、うん、ライト前に打つっていうのは下手くそなんで、あんまり右に打とうってあんま思ったことないです。右中間ぐらいはあります。これ宮崎に聞いたんだけど、お前右打ちってどういう感覚で打ってるのって言ったら、うまいっすもんね、ゲッツーの感覚だ。だからゲッツー多いんすかねそうかもわからんけどいや、あれは単純に足が遅いからねいや、でもゴロが強いんですよ。強いな。ちょっと失敗した時のそのゴロが強いんですよ。多分そういうイメージがあるんですよ、自分で。で、僕らは強いゴロ打つなんてイメージないんで、やっぱ上行こうとしてるの、はい、だから多分ゲッツ少ないんですよ、うん、めちゃくちゃ少ないんですよ、僕多分。だから宮崎の感覚はこう取ってステップしてこういう感覚でね、だからこういう感覚で打つ。そっちのゲッツですか。そうそう、ゲッツを打ちに行くんじゃなくて、打ちに行くんじゃなくて、うう 右打ち行くっていうのはこう取ってセカンドがこう切り返してショート投げる。そういうことか。そういうイメージで投げ打つんだ。そういうことか。なんだ、ゲッツー打つぞ、ガーンって打ってライト前に打ってるのかと思ってました。あ、そうじゃない、そうじゃない。なるほど、こう守備だよ、守備。このイメージで、でこう、うん、でも右打ちが前、右バッターってなんかゲッツー多いイメージめっちゃあるんですよ。あ、まあまあ、確かにね。まあ失敗したら必ずゲッツーになるからね。なんか そこにヒントあるかもしれないですよね。でも、その打席でまあ、いろんな、まあ、データも見て入るだろうけども、はい、コースに貼ったりだとか球種に貼ったりだとか高低に貼るとかいろんな貼り方があるけども、それ全部取り入れてやってんの。基本はボールのイメージを何個かだけ作ります。ストレート、スライダー、フォークぐらいのこの3つぐらいのこの辺にこういう球が来た時だけ打つよって思ってなんかイメージして立ってます。3つぐらい
はい、なんかその3つもあるの。外とか基本はこうまっすぐスライダー、フォーク、軌道をイメージしてる感じはあります。この辺にこれが来たらこういう感じで打ちたいなっていう感じ でそれ以外に外れた時に違うって見逃せたら、やっぱ調子いい時はそれできるんで。いや普通さ、そう3種類ぐらいこうイメージしてるバッターって多分少ないと思うんだよね。いやでも結構多分中島さんとかもめちゃくちゃしてるって言ってました。まあ、まっすぐスライダーが基本ですかね。でもまっすぐスライダーが基本、まっすぐのこの軌道とこのスライダーの軌道をイメージしてこういう感じで打つよみたいな感じでこう待ってる感じが多いです。あんまりこの高めで低めとかっていうよりかは、あんまだからそのスライダーの低めのイメージは絶対しないんで、ちょっとこう抜けてきたスライダーをイメージしてるんで、その低めの変化球は一応されて見逃せるようになんかしてるんですよ、そのイメージで。それだったら3000もいくな。いやいや、今までもそのなんか成績に対してこう全然何にも持ってやってきてないんで。本当にそんな感じがするんだよ。だからなんかその本当にでもまあ毎日こう頑張ってやれることやってどうなんねやろうなって感じです。だからそれで3000本達成できたらいいなっていうのが、はい、そんな感じですね。なんかこうそのためにとか一切ないです。でも本当にね、見てるとね、成績のためにやってるっていう感じが全くしないんだよ。一番なんかそういうことを感じたのは、あの長野と最多安打をダブルで取ろうって決めてたでしょ。いや決めてたでしょ。いやだってあの日だって最終戦3本打たなきゃ僕取れてなかったんで。横浜戦じゃなかった。横浜戦、東京ドームで最終戦でチョンさんが3本多かったんでヒット、うん、無理しようと思って1打席もポンってヒット出て、2打席も出てあれあれみたいな、まあ、3打席も打ってたんで、まあ、欲のないところからだよな。ほんとそんな感じでしたね、うん、そうか、バッティングね。あの小さい子供たちにバッティングってどういうふうなことを伝えたい、はい、小さい子供たちはそんなになんか今ね、その YouTube でいろんなこと、ね、勉強できるできますけど、結果やっぱ強く振れる選手が、ね、大きくなってもまあそうだね、あの絶対強いと思うんで、そのなんか土台作りした方がいいんじゃないかなと思うんで、本当それこそやっぱ素振りだったり、そ強く振る、どうやったら自分が強く振れるかっていうのを小中高ぐらいまで、形をどうしようってやっぱいろんなことでね見れちゃうんで、情報が、そこばっかりあんまりとらわれないで、どうやったら強く振れるかなっていうのを意識してこう練習してた方が、大人になったりした時に身になってそうじゃないですか。まあそうだね、あんまり技術に走らない方がいいですよね。そうだな、だからまあ小さい小学校の時にやっぱもう遠くへ飛ばすのが面白かったでしょ、はいはい、そうですね。だからそれには強く振らないと飛ばないし、だからまあそういうことがやっぱ振るっていうことが大事だよっていうことだよね。僕は一番それが大事かなっていうのは思いますよね。はい、ありがとうございました。